ベルリンフィルハーモニーは、ドイツのベルリンにある、コンサートホール。ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の本拠地である。ハンス・シャローンによる設計で、1963年に、竣工した。ホールは五角形の建物で、ビニヤード型の大ホールの収容人数は2440席、室内楽ホールは1180席である。 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会だけでなくジルベスターコンサートなどの特別演奏会も開催される。当該施設は T4 作戦を実行した安楽主管理局のあった T アガルテン通りに面しており、すぐ近くには犠牲者遺霊と記念のためのガラス碑が設置されている。ステージに向かって上手側の髪型にパイプオルガンが設置されている。 ホールを設計した当初、オルガンのことが考慮されていなかったため、途中で設計に加えられた時には、ここしか設置できる場所がなかった。これについて、設計に参画したヘルベルト・フォンカラヤンは、使いづらくて仕方がないと語っている。ステージのひな壇は、パンタグラフ方式で上昇する。最近のホールは、エレベーター式となっているものが多いが、このホールでは開館後に、 この装置を設けたため舞台下に十分な空間がなく、この方式が採用された。2008年5月20日に改修工事中の屋根から出火し、6時間にわたって燃え続けた。死者、負傷者やホール内部への損害、楽器への被害などはなかったが、修復のためしばらく閉鎖されることになった。この影響により、5月29日から31日にかけて、 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団がテンペルホーフ空港の格納庫で演奏会を開催した。旧フィルハーモニーの内部かつてのフィルハーモニーはベルンブルガー2にあり、外観から内部まで全く異なる構造だった。この建物は現在のフィルハーモニーとの混同を避けるため、旧フィルハーモニーと呼称されることがある。旧フィルハーモニーは1882年に当時としては、 世界最大のローラースケート場を改装して誕生した。19世紀のヨーロッパにおける代表的なシューボックス形式のコンサートホールの一つとして高い評価を得ていた。戦時中も演奏会用ホールとして使用されていたが、連合国軍による1944年1月30日のベルリン空襲に巻き込まれ崩壊した。その後は使用することができず、 廃墟と化し、戦後になって解体された。跡地は現在公園となっているが、その入り口には、旧フィルハーモニーがあったことを記念するプレートが埋め込まれている。ありがとうございます。